田中と山田でトリュフです。今年第一発目です。あ、そうです。先月ね、いなかったから。先月ちょっとね、実家の方に。実家に帰ってて、はい、どうですか、実家は。いや、やっぱいいですね。おお、何が。料理が。まあねー、だって、あれだもんね、北海道だもんね。そう。北海道ってもう大体美味しそうだもんね、何食べても。何食べても美味しかった。あ、海の幸しっかり。あ、そう、やっぱすごい自然のものがいいね。いいね、非常に。ね、ちゃんと5キロぐらい蓄えて。そんなに、そんなに増えてないでしょ。で必死で落としました。そんな簡単に、そんなロバート・デ・ニーロみたいな役によってそう、変えるんで。知らなかった、オフの時は、ね、ああなるほどなるほど、まあまあまあ、そんどうで前回どうでしたかね。いや前回だから大石くんとね、マイアミと大石くんとカーリーさんのね、皆さん来てもらって、うん、助かりましたよね。ありがたい。途中で来ましたけども、はい、うん、今日はね、カーリーが、ね、来てない。呼んでないのかな。呼んでない、呼んで呼ばないとこの遠いところに。いや遠いから、カーリーはね、愚明寺っていうところに京浜急行の、うん、誰も知らないでしょ、ね、まあまあ、神岡の隣かな、愚明寺っていうね。じゃあそんなことはどうでもいいんですよ、はいはいはい、この前ね、うん、ライブがありまして、お鉄砲会っていうライブがあったんですけどあのオスカーのね、緑バシーズっていうコンビの鉄砲さんっていう、ね、はい、方が、まあ、先輩なんですけど、はい、年も上で、主催のライブがありまして、ありましたね、うん、でも僕ら出させてもらって、はい、でまあまあ楽しくね、うん、まあ、終わって、楽しかったです。その後に、うん、まあ、打ち上げ行ったんですよ、はいはい、うん、で何人ぐらいいたのかな、8人ぐらいいたんですかね、こっち側は。まあまあ多いじゃないですか、うん、でまあだんだん飲んでいくとね、うん、やっぱそのちょっと女の子、うん、まあ男性はどうしてもね、まあまあまあ僕は全然ないですよ。いや、なんでそれ守りに入らなくたって。いやいや、俺は本当に、うん、別にお笑いの芸人の語り熱いお笑い論みたいなのをするんでしょっていう感じで言ったわけ。あ、そんなに喋ったことないから他にもいっぱいいてさ、じゃあやっぱなんか女の子、まあ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 そうでしょうね、まあ絶対なるはなるからね、うん、でこのね番組に海石くんも来てた。海石くんとカンガルーの2人と僕と鉄砲さん、うん、あとガソリンのトヨトさん、うん、6人、はいはい、あとマスエね7人で、はい、うん、これでね、ちょっと女の子いるテーブル探してこいよみたいな。あー嫌なやつだ。まあそんな言い方じゃないよ、ちょっと行ってきて、ノリのやつでしょ。そうそうそう、行ってきてって言ったらまず先陣を切ってね、うちの海牛くんが山田くんだの、うん、プラスワンの横山くんが働いてる、うん、居酒屋にさ屋、ね、うん、行って海牛くんが行ったらね、いました、うん、女性4人で飲んでますみたいな。まあいるだろうね、そりゃ、うん、いましたって、それはいるでしょうけど、ね、おーと思って。ただ一、うん、人は可愛いんですけど、うん、全体的に年がちょっと上なんです、うん、みたいな。まあまあでも年上っつってもこっちはだって俺も37だし、まあいい、そう、みんないい年だもんね。鉄砲さんで40ぐらいでしょ、ね、だからまあ別にいいんじゃないかなと思って、うん、でその次に、はい、その王のカンガルーの王のが行きます、うん、はい、ちょっと見てきます、あ、その4人組を、うん、4人組を見て、はい、でなんかね、うん、いい感じだったの、すごい。どういうこと？2つ、2ブロック先ぐらいのテーブルにそのように、うん、あ、もう見えるの？あのね、見えない。あ、見えない。見えないけどその場所はこっちから分かるわけ。でも椅子とかがあるから、うん、顔は見えない、うん、でも大野と海牛君が喋ってるのは見えんの。あ、もう話しかけてんの？話しかけてる、そのテーブルに。もうさすがなんかね、ゴールデンコンビって言われてるらしい、大野と海牛君が。気持ち悪いね。鉄砲界ではその2人が行ったら大体成功するんだって。あ、そうなの？うん、どっちもそんな感じしないのにね。いや、大野がね、やっぱちょっとなんか腕がかっこいいんすかね、一般の人からしたら。なんかでも人気、わかんないんですけど、人気あるよね。でなんかさ、うん、すごい和やかな感じで、はい、でまあまあ軽く喋ってて帰ってきてさ、うん、ミュージ君が、うん、これ押せたら、押したらいけますよみたいな。あ、飲めますよみんなで、うん、なんか熱くなってさ、ミュージ君が、うん、珍しいね。珍しいでしょ、ハートのない人間が。そうそう、あ、そうと思って、はい、うん、でってね、また行ったわけ、ちょっと経ってからね、うんうん、行ったらその向こうの4人組が、うん、一緒にね、もし飲むならフェイスの
なんとかっていう曲が歌えたらいいですよって言われたの。フェイスって人、うん、フェイスのなんとかっていう曲が歌えたらいいですよってみんな書いてくるでしょ、うん、2人海石くんと、うん、フェイスって知ってます？いや知らないな知らないねってみんな一生懸命探して調べてるしたらさ、あの青木隆二さんがアーティスト活動するときはフェイスっていう名前なの、うん、あそうなの、あのモノマネの人でしょそう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 、美空ひばりさんとかで、イケメンのね、あそうなんだって、うん、で YouTube とか探してもさ、うん、そのなんとかっていう曲は出てない、載ってないの。あそうなんだ、うん、で他のね、うん、その曲がいっぱいフェイスのね、うん、フェイスのね出てでも ないんでその曲が、だからどうしようかなって言ってて、まあ、とりあえずじゃあ大野がその YouTube で他の曲を覚えて、うん、歌詞を一生懸命何回も聞いて、うん、覚えて、うん、で行ったの、うん、そこにね、うん、違うみたいな、それじゃないそれじゃない、うん、でもいいね、まあ、まあまだいいじゃん、うん、まだで こっからどんどんそのテーブルに行ってちょっと笑わせに行くみたいな流れ、うん、ああいい非常にいいじゃないですか、ね、うん、でそのガソリンっていうコンビのトヨトさん、うん、で俺より顔がでかいの、うんうんうん、でもジャンボフェイスで行きましょうよ、あフェイスじゃなくて、フェイスじゃなくて、うん、フェイスじゃなくてジャンボフェイスやないかいで行きましょうって、うん、ノリでね、うん、で行ったの、行ってでなんかあの個室みたいな感じで、はいはい、こうカーテンが軽くね、あーいいね、ちょうどいいんだよ、あのあいい、ね、一発ギャグやるには、うん、でガチャって開けてジャンボフェイスですみたいな、受けたのすごい、あすごいね、これはあるよ、これはあるよって、いい、ね、うん、で次にマスエっていうのがいるんですけど、あ、はいはいはい、マスエがね、うん、あれね、メガネかけたら、うん、釈放された時のアスカにそっくりなの、うんすっごい似てんの、あ分かるかもしんない、でそのカーテン開けて、うん、すいませんでしたって言ったらすごいウケたの、あ何アスカって言わずにで、あ、アスカの写真を最初に見せといて、あ振ってね、振って振っといて、丁寧に振ってマスエが謝ったら、だってマスエがさ人を笑わせるとこなんか見たことない、正直あんまないから、すごいなこれ、いけんじゃないの、もう完璧じゃない、そうで、なんかね、うん、だん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 ね、うん、そういう風に面白で言ってたんだけど、うんうん、だんだんちょっと空気がおかしくなってきて、うん、あれなんかちょっとやりすぎちゃったのかなって思って、まあでもな、でもこんな食いついてんだからどうかなって、でこっちはもう終電がねもうないわけ、向こうは熊本から来て泊まりとかって言って、そうなんだ、じゃすごいなんかチャンス的にはね、で終電がないってよこっちは、だからもう勝負仕掛けないと、でカンガルーの大野と海牛くんが LINE の ID を書いた紙をね渡しに行ったの、したらその4人ね一組親子だった、どういうこと、だからいくつなの、だから何が、その親子でしょだって、うん、だから40代ぐらいと20代前半ぐらいかな、うん、あだからずっと親子を口説いてた、みんなで必死になって、みんな必死に笑わせて、ライブ以上に必死になってその日ライブあったのに、出てどうなったの、でもえどうもダメですよ、そんな親がもうクシャクシャってそこやっぱダメなんだ、親ダメだよ、親がだって娘だったらいけたんじゃないかな、ただ親がいてさ、うん、しかもさ、うん、フェイスのファンですよ、なかなか全然攻略法がないよ、フェイスのファンはまあ勝てないね、まあないじゃん、あそう、でその他の2人は、他の2人もね、うん、結構だからそのお母さん世代でよく見たら、うん、あそうなんだ、海石くんの最初のリサーチがちょっとおかしかったんだねもう見りゃ分かるじゃんっていうぐらいの感じだったんだけどまあまあね、そんなことがありましたな、でも楽しい、あれね、いや楽しいですね、羨ましいです、まあまあまあ、じゃあ呼びます、今日そろそろ今日もね、はい、はい、じゃあ名前が長い人たちとどうぞはい出てきてください、はい、出てきて、はいどうもどうもどうもね、どうもどうも、ちょっと一回こっちに座って、こっちですか、一回座って、もうなんかあれ、あまず一回レギュラーみたいな感じでね、うん、みたいな感じ、まあどうなの、どうしたらレギュラーでいいじゃない、こんばんは、ハイパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスと言います、お願いします、名前だけでも覚えて帰ってください、言わないでください漫才の最初に名前だけでも覚えて帰ってください、それさ、なんかその他の事務所の人にそうやって挨拶してさ、はい、で俺がいる時なんかさ、いや長い長いみたいに言うじゃん、はい、めんどくせえからねはっきり言ってなんかセットみたいになってるいいじゃないか、別に2人でボケるんだもんね、そんな和やかにやれば、いやもうこれだからどういう顔して言っていいか本当わかんないんですよね、ボケっぽく言うのか真面目に言うのか、いやまあ真面目に言った方がいい、真面目に言った方がいい、真面目に言っていいでしょ、
まだ怒られてない？何がですか？投げふざけんな。いやそれはいい加減にしろ。誰にですか？いや誰かに。それはマネージャーに怒られましたよ。散々まだ怒られてないけど一番最初に。いやまあそうですね、とりあえずは。じゃあもうしょうがない、頑固者ですからね。そう、そういうわけじゃない。いやもうマネージャーの怒りがすごくて、もう会うたびに、いや僕はね、あの彼にね、コンビ名あれらあかんって言ったんやろっていう話を会うたびにされるんですよ。なるほど。で、小1時間電話したんやけどね、彼はまあ頭固いなみたいな。いや、じゃあそれ言っとくけど、それは別に断ったわけじゃなくて、相方に確認しますって言っただけですからね、私。ああ、なるほどね。あでもそういう面白い、やっぱ関西出身だからな、面白話、面白話にしてマネージャーの話はいいよ。で今日はね、一人呼んでますね、もう一人、はい、大先輩、大先輩を呼んでます、パチンコ攻略マガジンのライターでもあります、はい、山ちゃんボンバーです。山ちゃんボンバーです。はい、よろしくお願いします。勢いがすごいな。はい、ありがとうございます。ボケようとしたけどスペースが狭い。ひっくり返るとかできねえな、これみたいな。山さんには狭い、ね、山ちゃんですよ、ね、山ちゃんが。ライターでもありますって言って、ライターの方ですよね。ライターの方ではないんですよ。でお笑いメインでしょ。だどんぐらい10、100段階やって、何パーそのライターと芸人活動ね。活動あ、うん、まさにで言うと、うん、この2月の山ちゃんボンバーの活動で言うと、うんうん、はい、91でパチンコですよ。あライターの方じゃねえ。ライターだよ。あのライブが1本と仕事が9本。あ、いい、全然いいじゃん。でもうバランスはおかしいです。いや、ちょうどいいよ。だからちょうどいい。パチンコに行くんでしょ、来店イベント。ライター軍団が来るみたいなね。はいはい、でいるわけですよ、山ちゃんが。いる時もありますよね。でもまあ来店イベントというか、まあ、うん、はい、そんな感じで、ね、やってる。じゃあ いくら稼いでんの？気になる。でも聞いといて、聞いた、本当に今日、本当に今日、うん、毎月なんかその請求書を送らなきゃいけないんですけども、その請求書を今日たまたままとめて書いて送ったんですよ、はいはいはい、今月分が初めてですよ、うん、交通費含めて、ライターさんだけ含めて、書かせたらなすげんだけどな、喋り苦手だから、喋り書かせたら得意だから、そこか、そこか、その人よく91で1残りましたね、喋り苦手だな。そうか。で含めて、そう含めて、含めて、初めて10万円いきました。おー、これすごいですよ、ね。噛んだからよく入ってこない。10万全然入ってこないわ。でも交通費を含みで10万ですから。田舎だからさ、すごいの。方言出ちゃったのかな。長崎そんな訛りでしたっけ。ね、せっかくの10万すごいのにあんますごく感じないけど、ね。これが俺のテクニックですよね。凄さを見せないっていうね。何がすごいってね、自分で請求書書いて。のがすごいよね。そう、これ事務所がやる仕事ですよ。そう、そうですね、事務所通してんだっけ？通してないんだっけ？もういいんでしょ？オスカーは一応あのマネージャーにはお願いしてるんですけど、うん、あ、言ってるんですけども、うん、あのまあ大丈夫だよっていうこと。大丈夫だよ。大丈夫。そんなことないよね。オスカープロモーションそんな小銭いらないよ。多分はい。10万も入ってんだからね、本当は。本当だったら、ね、半分の6割ぐらい。そうそうそう、マネージャーが聞いたらやばいかもしれないですね。うん。じゃあ今日にもしかして事務所通すことになるかもしれない。そしたら見てたってことになる。電波乗っけちゃったから、それは、ね、まあまあそうですかね。だから次から事務所に引かれた分をふぐみてバカにしてるんだよ。そう、バカにしてるの。あ、やっぱり、うん、多分みんなオスカーの芸人全員バカにしてると思う、ね、俺のだって道具たちの人だもん。昨日入ったやつもバカにしてると思う。本線出てないからだって。でも本当に最近入った人は分かんないだろうね、うん、いや、でも本当に最近入った人、うん、普通に無視します、うん、いや全然あると思う。あの忘年会で、うん、オスカーの芸人の忘年会でみんなで乾杯みたいな感じになった時に、はいはい、まあ結構いろんなみんな席立って、うん、あのグラス合わせて乾杯とかしてたんですよ、はい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 、でまあなんかもうずらっと花道みたいに並んでたんですよ、はい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 、だから俺もそこに並んでたんですけど、うん、後輩何人か俺のこと無視していきましたからね。あーでも全然本当に気づいてないと思います。多分だそうだよ、ただのねスタッフさんとか道具出しの劇場のスタッフさんだと思う。劇場のスタッフ。若いやつ分かんないんだけど、その動き見たらすげー早いんだけどね、道具出し、道具出しのね、慣れてるからね。そう、この人素人じゃねえなっていうのは、そういうとこ見ればいいのにね。まこさん、そこを褒めてくれ。というところで、いや、何なんすか？メールが来て、褒めたばっかで。こんばんは。こんばんは。こんばんは。
今日は山ちゃんボンバーがゲストということで初メールしました。あら、すごい、ありがとうございます。山ちゃんを知ったのは3年ぐらい前の秋です。はい、今日は入院先から山ちゃんにエールを、山ちゃん頑張れよ、ありがとうございます。マジのやつじゃん、ありがとうございます。メールネーム状況ボーイさん。いや、書いてるか、まあ書いてたどこ突っ込んで書いてるよ、書いてねえのかなって。状況ボーイってボケなんだよだとしたらそれをマックさんが急にぶっ込む意味が分かんない。どういうセンスなんですか、何突っ込む、どういう、いや、これすごいよ。いや、ありがとうございます。だってこれ住所も電話番号も書いてありますよ。全部出るんですね。知ってる状況ボーイさん、なんかコメント来たり、いつも見てくれてる、ネット番組ね、ネットでやってる時にいつも見てくれてた方なんで、すごい、コメント秋葉原かなんかでね、そうですね、本当のファンじゃないですか。すごいです、ありがとう。今なんかちょっと、なんか検査かなんかで入院されてるらしい。それも知ってるんだ、はい、あ、なるほどなるほど、もう大事にしてください。ありがたいね、いや、嬉しいです。初めてじゃない、こんなさ、誰かが来てその人が出るからっつってメールもらったの、まあ、女の子とかはあったけど、そうですね、すごい、カーリー出た時何もなかった、あるわけないでしょ、カーリー知れ渡ってない、サーファーだもん、サーファー芸人でしょ、あの人ライブ出てる芸人ですか、海に行ったらサーフィン、はい、丘に来たら麻雀っていう、いや芸人は芸人はどこ行ったんですか、一緒なんだから、すごいね。どしどしメール、あ、お願いします、送ってきてください。そうですね、ぜひ、ね、お願いします。山ちゃんボンバー以外のもね、はい、はい、今日は何で来たんですか、なんで来たの、そもそも勝手に来たの、そもそも告知の方どうぞ、告知の方いやいや終わらせようとしないでまだ始まってない、ライブ出てないから告知もないし、ね、イベントの告知、イベントの勝ちにこの、ですね、来週の、いや、いいわ、ライターさんですから、ライターさんですか、ライターさんとして見て、状況ボーイさんに教えといた方がいいんじゃないですか、状況ボーイさん、パチンコは多分知ってるな、興味ない方なんで興味ない、パチンコは興味ない方あ、でも芸人山ちゃんのファンなんだ、そうなんですよ、そうなんですよっていうのもある、まあ応援していただいてるっていう、いるね、やっぱね、いや、やっぱりいるね、いるよね、いるとこにはいるね探しゃいるね、探しゃいる、でも山ちゃんのあのファン、男性が多いのよな、あ、ちょっと羨ましいよね、うん、男性ファン、そうすか、ハイパーの2人いんの、ファンいないですよね、いないですね、女性ファンいるじゃん、マイアミギャルでしょ、マイアミギャル、マイアミギャルって言うの、マイアミギャル、なんかライブ終わるとマイアミを出待ちしてる、なんか30歳ぐらいのいい感じの女性がいるんですよ、マイアミマダム、マイアミマダム、MM だ、ライターさん、まあ、ボケないでちょっと、紙とペンもらっていいですか、 MG じゃない、紙とペンもらって会話止まるからさびっくりしちゃうから、マイアミじゃんだガールズって我々は呼んでるんですけど、勝手に、いや、ファンでしょ、だってだっていつも見に来てくれてるじゃん、ね、マイアミが出るとさ、すごい、僕を見に来てるわけじゃないんで、ハイパーの2人は、じゃあでもね、ファンじゃないじゃん、いや、なんですか、いや、じゃあファン2人のファンとか、ファンなんですかね、わかんない、でも一応挨拶とかするけど無視されますよ、あ、だからピンの時の方が好きだったんだ、あ、そういうパターン、あるよね、あ、そのピンの時からね、いや、知り合いですよ、だから知り合いってどういう体を、いや、ないです、それは体を知り合ってる、そういうのないです、まあいいけどさ、同性のファンはね、いいですよね。ね、いや、まあまあありがたいですね、やっぱり嬉しいもんですよ。はい。でね、だから今日はね、はい、だから何の日か知ってます？今日は何の日？うん。2月3日ですか？そうです。2月3日といえば節分じゃないんですか？お、出ました。正解が出ました。正解がいい。いいんだ、別にいいんだよ。2、3個。すいません。2、3個ボケからのじゃなく、正解が出ましたね。本当に普通の進行だと思ってました。はいはいはい、いや、いいん、全然いいんだよ。ふみって言ってボケ始めてましたけど。ボケ始めてましたけどね。いや、いいですよ。全然好きにやればいいんだよ、ね、はい。だからね、節分ということでね、うん、この番組の趣旨、皆さん覚えてます？覚えてます、最近の趣旨なんかあったんですか、この場合あるでしょう、休む、自由に休む、違う、それ俺だけそれ俺だけ先月、ね、先月休む、違いますよ、ネタ、ほう、ネタをね、やって、うん、みんなで直そうっていう、そう、あ、この番組の趣旨でしょ、最近の、もう歌う、最近の趣旨一体何回やったの、本気で売れようって話でしょ、そうだよ、それは立ち消えになったのかと思ってました、その違います、ならないよ、だからこんな、ね、いや、トリフさんがね、なんか2本ずつ毎月ネタやっていくみたいな説明をしたけど、もう翌月から1本になってたから、そうだ、立ち消えになった、だから節分でね、ううとこの豆があるけど、はいはい、こんな何もやりません、あ、関係ないんだ、関係ない、節分っぽい企画、伏線じゃなかった、違います、違います、ただ節分ってだけ、ネタをやるだけです、今日、そう、そうなんです、そうなんです、厳しい感じの番組なんですね、じゃあ厳しいよ、俺は厳しい、結構そうとは思っていませんでした、あら、
ど、ね、よくないな。軽い気持ちで来てしまいました。殺し合いだから。やるかやられるかの。でもバトル形式でもないでしょ別に。いやもうそのぐらいで。そういう心構えで来てもらわないと困ります、ね。いはい。本当に鎧着てきていいですか。どうしました。どうもすみません。いやまあ来たかったら来て。持ってない持ってないです。一回かけますね。いや用意してない。今日鎧のネタかな。鎧のネタ用意してない。俺ネタ一本に何百万もかけないですよ。ちょっとじゃあネタ行く前にメール来ましたよ。はい。あさっきの方。あら。状況ボーイさん。状況ボーイさんありがとうございます。俺。うん。山ちゃんのファンだったのか。あれ。どういう何の迷い、びっくり。タイトルはんってなってますね。何の迷いなんすか。ファンじゃないんだ。気づいてなかった。自分がファンって思ってるだけで、状況ボーイさん別にただ冷やかしでメールしてるだけだよね。そういうのあるから。俺別にあの人俺のファンなんだよねって言ってないですよ別に。さあじゃあネタの方をそろそろやりましょう。あまた来ましたよ。あこれ別の方か。あ別の方ありがとうございます。はいはい、じゃあこれは山田さん。はい、はい、来ましたね。山ちゃん、うん、はじめまして。お、はじめまして。40年前の狭間寛平にそっくり、懐かしい、元気いいね。ギャグで関西弁入れたらノリノリになる65おじさんから来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。よく言われますよね。え、なんてですか。寛平さんに行けた。あれ、まあ、いや誰が狭間寛平だ。山ちゃんや。拍手早い。ありがとうございます。まるであの40年前の狭間寛平さんみたいな。あれ、まあ、いや誰が狭間寛平だ。山ちゃんいい加減覚えて。じゃあ、ね、1本目のネタ。この言語ちょっと直していこうって思います。もうちゃうんですか。これ直すだってやってらっしゃる。5年以上やってますよ。でもそんなガッツリ受けたの見たことないんだよね。一人も笑ってないと思う、うん、この世で。いやこの世この世で。あの世に探しに行けばいい。どうしたら、この振りとしては寛平さんですよねってこう来るわけですよね。まあまあはい、まあ、で山ちゃん今何て言いました。アメマはい、いや誰が狭間寛平だ、山ちゃん、うん、ちょっと情報量多くないですかね。そうなんかね、うん、いっぱい言うから。そうこれは俺にも理由があって、うん、はいはい、ああじゃあ聞こう。それを言ってる間に似てる顔を見せてるっていう、うん、見る時間稼ぎにいっぱい喋ってるんですよこれ。それいらないのかもしれない。これがいらない。だってもう似てんだから。だって、うん、もうすでに似てんだ。あ本当っすか。見せる必要ないんだよ。ちょっと雨は一発だけでお願いしてもらっていいですか。あ本当っすか。じゃあちょっと、はい、スタンダードなのは多分、うん、はい、狭間寛平さんですよね。アメマ。いやこれだよ。これだよ。こっちの方がいいんじゃないですか。本当っすか。こっちへ止まってた方がなんか本当っすか。次こっち行きやすい。行きやすい。ほら。あ本当っすか。うん、ありがとうございます。やっぱなんかこう長いとこっちがどうしていいか困っちゃう。うん、今だったらポンタイミング逃しちゃうじゃん。うん、俺5、6年前からこれやってますよね。うん、はい、それ二人ずっと見てますよね。見てる見てる。なんでずっと言ってくんなかったんですか。そういう機会なかったね。なかったあるでしょ。今日だった、うん、いくらでもちょうど何の会話もなく酒飲んでた時もあったでしょうよ。いやだそうだ。アメマの言い方だけでいけばいいじゃん今度から。今の方が良かったよね。今のアメマじゃん、うん、はいはい、あーアメマとか言ったら、あーアメマ。それか今あーっていうリアクションのあーかと思った。そういうギャグはもう寛平さんのだからね。なるほど。あそうか、まんま取っちゃダメ。まんま取っちゃあれだけど、一発でいきましょう今度からね。ね、そうですね、うん、そうどうしましょう、うん、そんな感じでね。はい、まあだからネタをじゃあ、そうだ、山ちゃん初めてだからね、はい、あれだけど、ハイパーの漫才を一回行きましょうか。すいません、ね、はい、だからそのあれだよ、そのちゃんとしてなくていいからね。あのだから ここのいいとこじゃない。じゃあ今日の見どころっていうか、どういうところをこう、うん、見どころもう説明するんですか。最初に説明しよう。最初に説明しよう。そういうとこだ。面白いところ。今日言っちゃダメだろ。じゃあ言って。言うんですか。うん、なんすかね今日。時事ネタでしょどうせ。まあだからそうです。昨日考えて今日やるっていう。昨日の今日でしょ。昨日のニュースあったね。今日の今日ぐらいです。昨日はあの事件がやっぱ あれです、ね。あれをだからどう切るかでしょ。あれがでかいですからね。びっくりしましたよね。あれびっくりしましたね。衝撃的なね。小石純一がマイク作ってますから。いいよマイクなんか。いらないよ。伸びないしそれ。伸びない。いらない。いいよいいよやっちゃいなさい。そこでだから拾えるようにしてもらえればね、音を。あるあるんだ。おーすごい。すごいね。だからあとは何その見どころで、それ一本でいくの、その昨日の夜起こった事件、大物の、うん、ね、まあ、大物のもありますし、うん、やっぱなんでこんなこと起きるんだろうなっていうよ、ね、なんでこんなこと起きるんだろうな、ぐらいですか。まあ、あとはなんか情報的なものをね、うん、あの挟みながら情報を挟む、犯罪の中に、そうなんですよ。なんだろう、気になる、勉強になれるかもしれない。そうそうそう、やらせてくれよ本当に。運営士さんが不器用な、運営士君のペースがあるからさ。そうそう、ゆっくり。海石くんは出ないんですか。海石くんだって出ないよ、ネタがないから。ネタがない。
はい、うん、あ、いいよ。マイクはどれにしますか。あ、いいね。それでいこう。よしよしよし、行こうか。うん、だから昨日の今日ね、昨日の今日ね、はい、これはすごい。これ漫才を後ろから見れるってことですか、これ。そうですね、漫才を後ろから、うん、これ珍しい。すごい、そんな大人が大人が4人がかりでマイクって何なのこれ。大丈夫、これできない人いるんだね。あ、でした、ありがとうございます、あ、これでよし、あ、これで、うん、だ、それでは今日の今日ね、今日かなるよ、はい、ハイパーのお二人です、どうぞ。おー、ハイパーカリフラジリスティックエクスピアリ同社です、お願いします。長いよ、もうあなたが決めたコンビでしょ。コンビ名長いんですけどね。じゃあ、まあせっかくですからね、僕らの名前だけでも覚えて帰ってください。それが一番難しいよ。はい、そうですね、まあここまではね、いつも決まってますから、はい、いいよ、その説明は。いろいろあったんでしょうか、ね、まあでもね、あのもうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、あのまあベッキーさんが休業しているということ で、 そうなんですよ ね、今日はね、この2人でお送りしていきたいなというふうに思いますけれども。いつも2人ですよ、ここにベッキーさんいたことないですから。ありませんでしたっけ。ないですよ。あ、そうか、はい、まあでもね、あれですよ、あの清原ね、あの組長がね、はい、いや組長じゃない、番長ね、まあ、番長、まあ、捕まりましてね、覚醒剤でね、まあ、まあそうなんですね、びっくりしましたね、びっくりはしないだろ別に。お前、いや、びっくりしたでしょ。どう考えたってやりそうな顔してんだから、やってやりそうじゃない、びっくりしないよ、いちいち。なんてこと言ってる。それ清原がマカロン食ってたらびっくりするよ俺だって。お前何と比べてんだよ、ね、だからそういうことはびっくりしないですよ別にね、うん、まあでも何ですか、あの逮捕されちゃいましたけれどもね、はい、ねえ、まあ、今日の今日ですから、うん、そうですよ、まあ、はい、そうですね、なんでですかねこれね、びっくりはしないですけど、びっくりはしない、はい、ね、トークが長すぎて忘れちゃうっていうねことがあるんですけど、ね、まあ間が長いとね、いろいろありますけども、まあでもあれですね、あの別にびっくりしないんですよ、あんだけね、はい、ああいう感じだとね、もうそれはあれですよ、気をつけて言ってくださいぐらいの感じですよ、そんなものはね。まあだってあんだけお前刑務所が似合う野球選手いないよ、なかなか。いや、まあそれ確かにいかついけどね、うん、あれだよ、こう留置されていくときにね、うん、運ばれていくときはやっぱりあの BGM にね、長渕剛のトンボ流してね、なんでそれで入ってていったんじゃないかな。なんでバッターボックス入るみたいに車乗せられていくんだよ、ね、でもね、あれ、うん、あんだけ似合うやついないですからね本当に。あ、うん、まあでもプロ野球ではね、いや、無冠の帝王というふうに言われてましたけど、いや、まあ、確かにあの人はね、プロ野球の世界ではタイトル取ったことないんですよ ね、 ね、で、うん、お前プロ野球やめたらあれだよ、あの入れ墨入れてね、あの覚醒剤やるというね、もう早くも2冠を達成するっていうね。いや、2冠じゃない、やっぱそっちの方が才能あるんじゃないかなと思って。タイトルに入れないでください。もう最初からあのそっちの世界に入ればよかったと思うんだよね。いや、そんなことない、野球の才能すごかったんだから。ドラフト1位だろ、だってあっちに行ったって。ドラフト1位って何なんだよ。でドラフト1位なんだけど、なんか入りたい組に入れなくて泣いちゃうみたいなね。そういうことも起きた。誰が割り込んできたんだ、うん、その組に2人入ればいいだろ。そうしたらだって今頃あのやたら野球がうまいヤクザがいるっていうね、そういう話になって話題になってたかもしれないんだから。そんな漫画みたいな話なんないんだ。まあでもね、本当にあれだね、あの年明けで、ね、すごいいろいろあるね、うん、清原からスマップからベッキーからね、本当に。そうそう、話題豊富ですよね、うん、でまあなんかその LINE のね画面が流出しちゃって、うん、そのベッキーのね、あーあれ不思議ですね、あれなんで流出しちゃったのかなというふうに思って。そう、なんなんですか、ね、だから俺も試しにあの LINE 送るときに、うん、あのセンテンスプリングって書いて送ってみたんだけど、別にそれで流出するってことは特になかったんだよね。それはそうだよ、関係ないよ、うん、魔法の呪文じゃないんだから。でおかげでね、あの CM も全部なくなっちゃってね、あれ。あ、そうなんですよね、うん、だから CM といえばね、あれなんだよ、はい、あの LINE が一番最初にできた時のテレビ CM はベッキーがやってたんですからね、これ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、だからもう今はもう一回 CM やってほしいなと思って。やらないよ、うん、全部下ろされてんだよ、情報ダダ漏れ LINE っつってみんな使わなくなっちゃうなというふうに思うんですけど、そんな広告打ったら、うん、まあでも情報漏洩といえばね、あのこの間堀北真希とね、うん、山本浩二があのセンチュリー21に物件借りに行ってたっていうね、はいはいはい、そういう話あの店員が従業員がねこうツイートして、うんうん、でバレちゃったってなったけど、あのニュースになってましたね。そう、堀北真希と山本浩二が付き合ってるみたいだよっつってツイートして、結婚してる、それがバレちゃったっていうね。結婚してんの、あそこは大変なことで、まあ、怖い世の中だから今ね、まあ、まあでも、うん、まあ、不動産屋行ってるぐらいの情報でよかったですよね。よくないだろお前、堀北真希なんてお前この間までレオパレスの CM やってたのにセンチュリー21行ってるのバレちゃったんだからお前。別にいいだろそれ、ダメだよ、そういうこともあるよ別に。だからそう考えると、あの最初に CM やってた LINE を未だに使ってるベッキーは偉いね、本当に。偉いねってことはないだろ、お前カカオトーク使ってないんだぞお前。いや、いいよ別に、使ってる人少ないだろカカオトーク。もう一回 CM 来るんじゃないかなと思ってたけどね。来ないよ、いい加減にしなさい。ありがとうございました、ありがとうございました。何を忘れちゃったんだろうな俺。でも全部やっぱさ、はい、そのマイアミからじゃん、ネタフリーの、はいはい、だこの忘れた時やっぱこのフォローしないとあれ。そうですね、まあそうだね。小林くんは出てきてたの、忘れた時。いや、多分その2つ目3つ目ぐらいは出てて、うん、そこからにしようかなと思ったんですけど、うん、1個目まあ飛ばしちゃっていいのかなっていうのを迷ってました。なるほどね、そうですか、まあ、無冠の帝王とかあったけどいいのかなとかって思いながら言いましたけど ね、 ね、そこからでいいのかなみたいなね。じゃあこれもうどうですかね、山ちゃんどうでした、うん、
やっぱ山ちゃんもね元漫才師です。まあそうですね。山さんは本当に漫才に造詣が深いですから。ブイブイ言わしてない、ね。ブイブイ言わしてないです。そうです。ずっとね昔のね新助龍介とかねそういうビデオいっぱい持ってる。全然違うけどね。スタイルがね。ね全然違う。インプットはいいんだけどね。アウトプットがちょっと違う。できない。そうできない。できないですよね。どうでしたか。いやなんなんですかね。うん、いや別にどうこうというただ。大石くんのツッコミが、うん、これもう本当にふんわりとですけど、うん、キレがない感じ。確かにね。パチンパチンみたいな。キレはない、ね、そう。ヘラヘラしながら突っ込んでるっていうのを ね、この間も言われましたね。ね あーそうだ、そう言われたらそう。なんか一発目のなんかボケ一個ちょっと出して。何でもいい。ベッキーさんね、あの休業ということでね。はい。まあ、今日はこの2人でお送りしますけれども。いやいつも2人ですよ。ここにベッキーさんいたことないですから。いつも2人ですよっていうかといってこれ、うん、まあ本当のツッコミの人みたいに、うんうん、本当のツッコミの人、うん、厳しい感じでよくやるっていう。いたことねえだろとかって言うと、そしたら怖いって言われてアンケートに3人か4人ぐらい怖いって書いてたんですから。大石君が怖いって言われるの。いやそう怖いって言われるの。口調ツッコミ口調みたいにいわゆるやると。それ言ってみて、そのゼルだけ。いや、いたことねえだろ、ここにベッキー。これで、はい、今の。いや、もっと多分、まあ、そうなんですかね、だから舞台だからね、力入るじゃん。あ、ガチガチになっちゃう。そうです、そうです、そうです。それで、行ったら多分ちょっと怖いんだと思う。そう、うん、本番はね、テンションがね、そこまでのボケじゃないし。そんなにそう、突っ込むほどの、ね、そこまで言うほど、ね、バランスがね。もっと言いが悪かったんだよ。もっと言っちゃいけないこととか言った時ならね、あれだけど。あ、なるほどね。あ、まあ、行くとこはやっぱ行かないとダメってことですね。緩急がね。そうですね。まあ、そりゃそうだよね。山田さんだったらどう突っ込みます？今のボケ。今のボケ。いや、そんな嫌そうに言わないでくれ。ボケちょうだい、ボケ。いや、やっぱりね、清原さんもね、長渕清に憧れてます、強しに憧れてますからね。やっぱり、それで憧れて覚醒剤やっちゃったんでしょうね。長渕はやってねえわ。あ、タイマだってね、あれはね。インド行ってやったんだよ、長渕は。何の話だっけ。超面白いじゃん。超面白い。広げるって。ほら、全然違う。これはだからちょっとショックだ。これ大石君が出て悪いわけ。悪いわけじゃない。味がありますからね。そうだからね、ヘラヘラの方がいいんじゃないかって。まあね、分かる、だから分かるよ。大石君といえばもっとヘラヘラすれば。あ、逆もっとヘラヘラします、うん、だからそう、中途半端だ。素人っぽい感じが出ちゃった。そうそうそう、もっとわざと。もういたことないでしょ、ここにベッキーさん。気持ち悪い。怖いじゃねえよ。怖いよ。グーを見て気持ち悪い。これ別の意味で怖いでしょ、これ。ちょっと一回じゃあその感じベッキーさんのくだりのところ、ね、じゃあベッキーさん休業ということで今日はこの二人でね、はい、お送りしたいと思いますけれども。いや、いつも二人でしょうが。ここにベッキーさんいたことないでしょう。お前薬やってんじゃないのか。お前やってないよ。薬って言えば薬やってないよ。薬ちょっとおねおねっぽくなっちゃうね。難しいね。でもまあ顔おねっぽくないですか、ちょっと。あ、おねっぽいですか。いや、にやけ顔なんだよね。そう、一人の時からそうかもね。そうですね、ちょっとにやける。人が死んだ時もにやけてるし。そんなことない。じゃあ恵比寿禁止。恵比寿禁止。いや、サイコパスでしょ、あの人は。恵比寿さんメンタル同じ空気あるよね。ないよ。恵比寿さんっぽく突っ込んでみて。じゃああ、ちょっとやってみよう。せっかくだから、これまたやってみて。エビスさんっぽく。中のそう。エビスさんっぽく。ねえ、やっぱりあれだね、刑務所に運ばれる時はね、長渕剛のトンボがね、BGM で流れてたんだろうね。いや、なんで車に乗る時にトンボを流すっておかしいでしょ。でも、何なんですか、これ。でも、頑張れば。エビスさんっぽくって言われたからやってんだよ。なんかありそう。頑張ればいけるかもしれない。ありそうじゃないよ、これ。花香さんのパクリなんですか、これ。そうなんだ。やってんだよ、テレビで見たんですから。似てたけどね。でもだから田中さんのモノマネだから。こうでこうでしょ。はい、ボケツッコミでしょ。だからこう来て今こう来たらまたこういけるじゃん。まあ、今の感じね。だからそのパターンもなんか。そうだね。全部そう区切終わっちゃうもんね。一、うん、つ振って一つの区切りで終わっちゃうから。うん、まあ、続いてないかもしれない。やり取りがね、ないんですよね。あったらいいなと思って。ただそうだね。自分から出したのをちょっと止める感じだもんね。いいね、この番組。まだ結論出てないですけど、山さんのアドバイスが的確でしたね。成長するわ。成長してもらさ、家庭を出す。出さないよ。みんなこう隠そうとする人だから。まあそうですね、見ないですけどね。いい番組、こんなのね。よく自分で言うな。恥も外聞もないな。いや、これ、斬新なんだから。力ある人ならいいけど、僕らのネタですからね、どうでもいいでしょ。そんなことないよ。でも人が言ってた目で気づくからね、自分も、ね、そう、そうなん、言いながらも。なるほど、なるほど。自分もそうだなってとこあるしね。水はいいね、
あ、本当ですか。ネタはいいネタ。技術面の問題ですね、これは。何が今気になりましたじゃあ。まだね。まね。でもだいぶ漫才上手くなってきたね、本当に。あ、そうですか。うん。あの人は長いですか、ですかあの人は。もう二回目とかですよね。ああ。どう。待つ。あ、間違いない。だからずっとダーってこうね。うん、ダーって。ああ、なるほど。それはあるよね。一辺倒。だだ流れてる。単調。単調。まあでもだんだんちょっと良くなってきてるんですよ。いやいや、本当に良くなってると思う。良くなってますか。漫才なんかできると思わなかったもん、大石くん。まあまあイメージないですね、確かに。初漫才ですか、人生。そう、だからにしては上手いんじゃない。俺はまだできると思うけどな。いや、まだ全然できるでしょ。伸びしろがありますね、私は。俺もまだまだいけると思う。もうちょい女抱いてくれたらね。そっちにね。そこはまだそれ。やっぱ童貞だからさ。童貞感が出ちゃってる。ツッコミにね。そう、童貞。童貞の怖さが出てる。やっぱイケメンが出ちゃうんだな。そう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 。あ、いっぱい来た。すごいいっぱい来たよ。お、今のね。あ、上京ボーイさんまた来てますよ。あ、ありがとうございます。僕は山ちゃんというよりちょこっとヘブンのファンでした。前の以前のね。なるほどね。はい、前回来る。もう1年ぐらいですか、解散。もうそうそう、1年もたった。経ちますね。1年。ところでチキンさん元気なんですか。元気ですよ。元相方ね。元気元気元気。マイアミチキンも解散するの早かった。そうだ。そう、説明。ここそうなんだ。めちゃめちゃ詳しいね。山ちゃんと組んでた人が解散してマイアミと組んでまた解散したって。そうなんだね。情報つやめとけよかったんだね。そうだよね。マイアミチキンは余計だったよ。上京ボーイさんいいこと書いてるよ。あら。山ちゃんは再来年大ブレイクする。多いな。今年でもっていうのを3年前から言ってますけど、ずっと言ってるんですよ。今年になっちゃったよ。ずっと近寄らないんですよ。まだ年明けたてで再来年って言われても、そう、全然近寄らないです。ありがとうございます。ああ、ま、来てますよ。ゆうこさん、お、まこさん、山田さん、名前が長いお二人、山ちゃんさん、こんばんは。初めてメールします。あら、ありがとうございます。山ちゃんさん、この前のオスカーライブで道具出しできたのに何もすることなかったって言ってましたね。あ、はい、あ、なるほどなるほど。早く本戦出てください。オスカーライブで山ちゃん見たいです。あら、今日は行けなくてショックなコリンより。あら、あら、みんな頑張れ。なるほど、ゆうこなのコリンちゃんのことだったんですね。本名ゆうこなのか。本名ゆうこなの。ゆうこりんのコリン。そっか、そう、道具出しよね。先月は道具出しすらできなかったですからね。狭いもんですね。狭きもん。狭きもん。やっぱオスカーライブの道具出し誰かに負けたんすか。いや、そうなの。道具出しもね、結構やりたい人がいるから。結構うまいつもりだったんだけど、なかなか通らない。ではあるんだけど、道具出しの腕はあるんだけど、いらねえわ。じゃあ次どうしますかね。山ちゃんにやってもらいますか。せっかくなんで。あ、僕行きますね。はい、せっかく来てもらってね。それじゃあちょっと準備の方。あ、もうあ、もうすぐ行けるの。行ける。ちょっとね。あ、鎧着なくて大丈夫。鎧ネタ用意してないです。鎧ネタ、でも鎧ネタの人いないですからね、他に。いないね。あんま見たことないね。オスカーライブでこれ半年出れてないわけですから、山ちゃんは。だから今日見てる人はもしかしたらこの山ちゃんがオスカーライブに出る前に見れるかもしれない。あれは人生最後のネタになるかもしれない。もちろんそう。今日気にライターに転向する可能性があるんで、完全に。100%。いや、僕らは本当あの、で、長い付き合いで、山さんとは。そう、長い。そうなんですよ。本当に。ちょこっとヘブ、そうなんだ。思い出した？ほら。ああ、繋がりましたね、今。なんか変に有名ですね、ちょこっとヘブ。なんでですかね。だんだんムカついてきましたね。なんであんまネタやらせた。じゃあ、いいですか。よし、じゃあ行きましょう。はい。振りますよ、じゃあ。はい、いいですか。じゃあ続いて山ちゃん、あ、そうか、マイクボンバーさんが行く前に、あ、拾って、拾っちゃうの、拾ってて、じゃあフォローしてあげる。じゃあ、いい名スタッフだね。それでは行きましょう。山ちゃんボンバーです、どうぞ。山ちゃんボンバーの世界に一つだけの花を余韻がすごい感じで歌ったら誰だってこうなるです。お願いします。世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい、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 なればいい。
ならばないになら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 いにににに ライブにも出てないです。もちろんそうです。はい。一、はい、つじゃ確認まず一個いいですか、うん。はい、お願いします。これ人前にやっていいの？わかんないです。わかんないですよ。これわかんないですよ、ね。結構危ないよね。危ないやつなんですかね。これまあまあでも、うん、だからそのなんていうんですかね。はい、これ全員が。うん、はい、清原状態だったら超面白いもうずっと笑ってられんじゃないこれ。まあ確かに何時間も、はい、打ち上げた後にちょっとネタやってよっつってこれやられたら超面白いけど、どうなんだろう。だからこれこういうのあれだよね、あるよね、ある、こういうのある、この問題ね、あ、まあ、まあ、この問題ある、ね、あるのよ、本当にね、こう絶対ぶち当たるというかあるのよ。だからそのこれだからこれすら俺すごく面白いとは思うんだけど、まあ、はいはい、どうなんだろうね。僕はもう本当そういうシンプルに、まあじゃあなんか思いついたの、みんなはどう感じたかなっていうのが、うん、まずじゃあいい、 なんで音使うんだろうね。そうだね、地声じゃなく CD にしたのは、うん、はい、多分地声だと痛いなっていう、痛い、なんか辛く見えるかなと思ったんですよ。余計やばいやばい。そう、本当に、ま、見たまんまだから合わせてやってるだけだからまだ見れるっていう、そのガチでこれをやってたらさすがにきついんじゃないのかなっていうイメージなんですけどね。であと、うん、毎回変わっちゃうんで、うん、ガチでやっちゃうと、あー、もうずっと同じのができないってことね。わかるけど、わかるけど同じができないよね。これも一応家で思いついたまんまとはいえ家で4回撮りました。一応ね、一番いいやつですからこれ。隣の部屋から聞こえてるやつ。怖いな、気狂っちゃうよ。絶対クレーム入れるね。そうか、どう、オフとね、みんまあ選曲に意味があるのかなともちょっと思っちゃいます。あ、まあ、ちょっと時期的なものもあるしね、なんかその後あるのかって、それはあるかもね。選曲に関してはまあたまたまですね、あの何でもいいんだもんね、別によく知ってて、うん、なんかちゃんと歌ってる尺が割とちょうどいいぐらいの曲がこれだったんで、そうだね、最初意味ありげで後半意味あるのかなともこう何もないもん、ただただというか、ただそれですね。でもうちょい曲変わっちゃダメだしな、どうなの、あ、途中からってことですか、うん、多分それはそれでも見てる人はそう思うよね、多分なんかの曲になるのかなっていう見方はするよね、そういう展開の仕方はね、でもそれもまた裏切るでしょ、それも裏切っちゃいますね、はい、なんか手を挙げて、はい、審査委員長、審査委員長いつもいいこと言ってくれるの、お経にしたら、あ、でも途中ちょっと聞こえましたよね、お経のイメージはあって、振りの段階、はい、お経にして、坊さん、あ、坊さんでやるってことですか、あ、最後坊主、じゃあ、あ、じゃあさ、そういうことですか、もう
これは頑張って、うん、なるばいいそれ俺いいと思うあのね面白いだから今朝来てさなるばいいこれだなあのね、うん、ライブ2日連続で揺らんないだから1日しかできない1発しかできない1発勝負2日目違うネタやるしかない無理でしょほんとここぞって時のね跳ねた時どうすんすか次の方からどうぞご時世ああこのまま流れてってことですねお葬式にでもそこにそこかなやっぱでもなんか欲しいよねそのままだったらやっぱそのままだし、ねうん、終わった方がいいなそのままの割にはな長文のメールが来ません、ね、え苦情ですかクレームからえじゃあちょっと山田さんの方からねはい状況ボーイさんあ状況ボーイさん、はい、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますタイトル山ちゃんアウト早い早い山ちゃんのネタは絶対に笑ってはいけないというルールでもあるんですか笑えなかったですつまらないって言ってるんじゃないよ面白くないとも言ってないよ、うん、笑えないってだけ性格山ちゃんどんまいところで山ちゃんハゲは治りましたか2年前高い育毛剤を買ったと話してましたがまあとにかく僕が言いたいのは山ちゃん音痴だな音痴それもね俺ちょっと感じた音痴でしたあのねもうちょっとね歌が上手くてどん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 あのその余韻の部分も上手くこう余韻で残ってったらまだ聞けたからっていうあーなるほど、うん、ただただそうだね崩してバカにしそう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 、はい、バカの仕方がちょっと良くないよね、うん、確かに分かるそう、うん、面白ポイントは分かるけど、うん、確かにもうちょっと上手い方がいいのかなって、ね、へーあーなるほど、うん、そうだね出だしがスマップ。ああ、もっと歩んじゃなくてかっこよくってことですか、アイドルっぽく。あ、そっか、それも考えたんですよね。だから状況ボーイさんがこれ言ってるように、はい、この絶対に笑っちゃいけませんよって先に言うっていうのはどうですか。ああ、なるほど。まだその方が山ちゃんっぽさは出るかもしれない。さっきもね、今なってたもんね。あれ誰か笑っちゃいけない。笑ったら負けだなって思って。そうなんですか。その状況が面白くなっちゃって。全員がそうなった。へえ、あ、そうなんだ。本当に空気がキューってなってるのが分かった。へえ。だそれ本当にああそういうことかちょっとだから笑ってはいけないっていうのがあるから、うん、パクリっぽくなるかもしんないけど、うん、出しちゃえばもうはいそのフリップ的なもんでねなるほどねそんなやついるそんなもういないだいないからねいないからみんな笑わせるためにお笑いライブ出てんのに笑わないでくださいっていう、うん、何しに出てきたんだそう何しこれは本当でもそれがもうボケでしょ1個目のまあまあボケとしてはねで納得できますもんね、うん、あ確かにこれは笑っちゃいけないんだ、うん、笑っちゃいけないんだまあまあそれはすごいかもしれないこれ上上級ボイスあるかもしれないね歌でもそうだねちょっと違う歌でもちょっと聞いてみたい違う歌でも、ね、ちょっとだからなればいいまでが長かった、うん、ちょっと流れ長いですかあそうなんだあのぐらいかと思ったんだけどな、うん、そうかなんだろう山ちゃん好きな曲ってことあでも好きな自分の曲で行った方がいいよこういう時はああマジそのお客さん合わせるそういう分かりやすいのとかじゃなくて、はいはいはい、あなるほど得意なやつで行った方が多分いいと山ちゃん得意なの何でしたっけカラオケでアシッドブラックチェリーの愛してないですねお客さんがあんまね、うん、知らないかもしれないです、うん、可能性がね知らないけど上手ければ別に、うん、ちょっと普通に歌ってもらっていいですかその一フレーズでもあの一クラスサビなのかいいとこあのサビからもうすぐ始まる曲ああいいですねいいサビ始まりでターン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 今日わかんないけどリズム乗っちゃいたくなるなんかまだ始まってないそうやめてもらっていいですかなんかっぽくなるからちょっとやめてごめんなさい、はい、いきます邪魔しないターンターンターン愛してない愛してないねえお願いそばにおいでねえこすれ忘れた忘れちゃったでもなんかあの余韻が ありそうな曲だよね、うん、あ本当ですか、うん、最後の方とかね、うん、さりげなくエコーかけてくれてますねそうあマジですかいい声だったのありがとうございますいやだから山ちゃん決して下手じゃないんでねだから普通だと思うんですよ普通にはスナップが不慣れだっただけでそう、はい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 、いつもの得意のブラックアシッドチェリーだったらいける、うん、あそっちの方がいいのかじゃないとなんか不安そうに歌われたらもう嫌じゃんお客さんって、まあね、気になりますねそう、うん、うまいと思う別に聞き入っちゃうけど、うん、なるほど大丈夫この歌大丈夫ってなるとそうかそうか、うん、安心できないとネタなんて見れないですもんね、うん、っていうのはあると思うよでもやっぱ今の曲に関しても笑ってはいけないの空気あまあまあまあ、まあ、なんだろうね天性のこれだから天性のものは生かした方がいいかもしれない。いやでもそれは絶対そうだと思うんですよ。うん、
過去もずっとそうだよ。ずっとそうさ。2人知らないだろうけど、もう十何年の付き合いだけど、いっつもそうかもしれない。本当そうです、本当そうです。すごい稼がでかいですね。本当に。なんかすんげえ従事前の前の事務所のいろんなタレント性の人とかがいる中で、なんか俺がやらかされて誰一人笑ってないのに一人だけゲラゲラ笑ってる。ねえ、だからずっともこの世の中が全員俺だったら絶対売れるのに、絶対売れてると思ういつかそうなるんじゃないかなと思って。いつかそうなる、眞子さんになるってことですか全員が。そうか、でもそれちょっとそれでやってみます、うん、絶対に笑わないでくださいで、うん、なんかつけてみたら、なんか言い方をね、なんかね、あ、いい新しい言葉を ね、まあパクリみたいな、笑ってはいけないだってそのままだから、そうだ、ね、笑ったら負け的な、なんかそういうにらめっこなのか分かんないけど、そういうネタにらめっこ、うん、方で攻めた方がいいかもね。それでアシッドブラックチェリーでいけばいいのか、うん、まあそれにかけ、アシッドブラックチェリーか、はい、ブラックアシッドチェリーあ、さ ABC ね、アシッドブラックチェリーです、はい、気づいてそこの説明いいの気づいてたけど、言ったら細けいやつだなと思われるかなと思って。ビーズとかも山ちゃんとビーズもできんの、ビーズ、あ、ビーズ、あ、ビーズ、あ、ほら、ほらね、本物でしょ、本物でしょ、ビーズとかも見えない力が、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 全員でライブでない全員でライブでないでもまあだからそういうのを求めている感はある、なんかね、お客さんでそうやってほしいっていう願望はあるよ、ね、そうなるんでしょっていう見方を多分すると思う。そうやったら確かにならなかったですね、ならなかった、だからこそ面白いんだよ、まあ、だから面白いってなんだよ、そこなんですよ、迷ったんですよ、うん、俺もそう分かる方がいいのかどうなのか、そうだから変えちゃうとでもよくある感じになっちゃうのはなっちゃう、うん、だから難しいよね、まあね、いやでも、うん、いい番組ですね。結構時間進んできちゃいましたけど、いいんですかトルフさんは。僕ら、あ、もうでもそうなんですよ、よしやめよう。え、あ、やめました。いいんですか。いや別に、じゃあ別にね、いいんですよ、うん、僕ら面白いから鼻立つ、ね、自慢しちゃったな。それよりちょっと気になる話題が一個あるのよ、はいはい、どうしても触れといた方がいいって。何ですか。いやなんか先月、そうの、まあ、なんていうの、こんなちょっとチャラいやつがいる、うん、え、いるのよ、チャラやつが、チャラやつが、うん、でそいつがなんか合コンしたらしいのよ、らしい、はいはい、いるんです、しかもなんか身近な、うん、まあ、トリュフファン、ええトリュフファンの人と合コンしたっていうのを聞いたの、耳にしたの、あら、それは不届き者じゃ、そんなやつ考えられないでしょ、普通考えられない、いやいやいや違いますよ、誰誰、確かにね、誰誰、出上げよ、手あげよう、うん、誰どういうこと、この話を聞きたい、いや違う、説明して、させられただけで、別に自分からやってるわけじゃないんですよ、ごまかせないそれごまかせな せないどういう状況だったんですか、じゃあちゃんと説明して、いや大石もいい加減童貞を捨てなさいということで、なるほど、コリン、それから始まったのね、はい、もともとはね、そうかということで、うん、コリンちゃん、この番組にねよくアシスタントでさっきもメールも来てました、そうなんですよ、コリンちゃんを幹事に4-4ぐらいで飲み会をさせていただいて、4対4、はい、やらしい、やらしい、4対4はやらしいよ、いやいやいや、これトリプさん公認じゃなかったんですか、いや俺知らなかったんだって、嘘、うん、いや俺もう本当にただの不届き者じゃない、いやそうだよ、いやそうだよ、でどうなったの、だからそのメンバー、メンバー誰なの、いくらいくらのコース、いくらのいいな、金はいいでしょだメンバー、男性陣のメンバー、さっき言っただからカンガルーの大野さんですよね、あら、あいつチャラいね、で本当に海牛くんでしょ、はいはい、海牛しかもチャラい、揃っちゃった、ゴールデンコンビだ、ゴールデンコンビ、ゴールデンコンビだ、アスカにそっくりのマスエ、マスエ、わさびだ、で私です、わーで、なんかで、私で4対4で4対4で飲み会やりまして、楽しく飲んで、うん、いくつの子なの、24歳ぐらいですね、ポリンちゃんの同級生で、あ、いいね、はい、で、2次会カラオケ行きまして、お終電で解散し、うん、今日に至ります、
急に結果来た。ちょっと待って、ちょっと待って。何起きたの？いや、楽しく飲み会をしたんですよ、はいはいはい、でカラオケ行って、うん、楽しく盛り上がって、うん、終電で何歌ったのカラオケ、うん、まあ、世界に一つだけの歌ってないだろうなそれ山ちゃん歌ってないだろうな。その言い方では絶対歌わない歌わせてやれよ。モテたいんだから歌わせてやれ。取らせない いいだろ今日ぐらい。今もうこっちのメインになってるから俺もちょっとでも出ないと。俺もちょっとでも出ないと。先輩で、ね、どういうこと？何もなかった。カラオケまで行ったんでしょ。カラオケ行きました。44で行って、はい、何もない。ももクロ歌って、おー盛り上がるね。楽しそう、うん、踊り、お踊ってみんなで、はい、うん、解散し今日に至ります。そんなことある？そんなことない。44で行って、いやでもすごい楽しかったですよ。聞いてないけどね、楽しかったかどうか。いや、みんな楽しかったね。それは楽しいでしょうね。可愛い子が。で、グループラインが組まれて、うん、そっから1ヶ月ぐらい経ってまだ誰も大会してないですから。お、会話こそ止まってます。それ実質上1ヶ月変えてねえじゃないですか。くらい。ずっと下に行っちゃうパターンですよね。埋もれていっちゃって。で、なんもない。なんもないの。なんもない。なんもないのもなんか。いや、これで逆にね、先輩のファンに、その飲み会をセッティングしてもらったら、逆に何かしらやんないと失礼よ。それはそう。いや、まあ、芸人としてはね。いや、その筋の通し方わかんないな。変な話、そういうとこあるね。そういうこと。メンツがさ、やっぱりあれですよ。誰だって、大野いいんでしょ、大野。大野、まあ、と海吉のゴールデンコンビだよ。海吉くんと増江くんだって。増江と、まあ、おいしゃひどいけどさ。だって俺それでその後話聞いたら、うん、女の子がタバコ吸ってたってびっくりしてました。ジュン童貞じゃねえかジュン。そのメンツはまずいよ。童貞じゃねえかよ。いいでしょ別に。何その感想と思って。女性吸うよ。ちょっとそれだな。4人中2人吸ってましたから。童貞じゃねえか。いいだろ吸ってた。しかも今のはタバコ吸ってる女性も敵に回してるから。いいんですよ、タバコ吸っていただいていいですよ。吸っていただいていいですよ。いやそれがだから、じゃあもう飲まれちゃったんだ。うわタバコ吸ってると。そんなことない。そんなことはない。タバコ吸ってる人がカラオケで歌ってても煙が入ってきてちゃんと歌えないんだ。何か一生懸命言ってる。今なら何でもいけるかなと。そこを捕まえちゃうんですか。今なら何でもいけると思う。泳がしてあげればいい。人の同じこと言うよ。変わったこと言うならいけると思ったけど。いやでもそれがちょっとだから楽しかったです。で向こう側がどうだったんでしょうかね。いやこっちは楽しかったって言ってるけど。楽しかったですよ。情報聞きたいのよ。だから女性側も楽しかったに違いない。多分コリンは情報持ってるはずだから。そうだよね。そりゃそうですよね。だ例えば、まあ、よくあるけどそこで解散するじゃん、うん、それもたまにあります、はいはい、高校やったら、うんうん、次の日、うん、誰誰いいねとか絶対あるの。絶対にある。女子はあると思う、うん、そうですね。そういう話多分私の総取りでしょうね。え、女の子全員が私をいいと言っていたと思います。こういうところ。いや本当にこういうところ、ね、こういうところ。根拠は根拠、ね、根拠なんかないけど。楽しくないでしょ。いや絶対そう。絶対来たくない。いやだって、ね、俺男だけど来たくないね。俺も男メンバーで絶対嫌だ。そんなんだ。そういうことでした。そういうことです。なんかこれ聞いたらいいよね。海石くんどうだった。コニちゃん今月もやりましょう。海石くんはどうだった。僕は、うん、参加して、うん、人見知りがすごい出ちゃった。絶対つまんないじゃん。童貞じゃないかよ。絶対つまんないじゃん。なんだよそれ。ないよ。全く喋れなかったですよ。うん、全く喋れない、うん。もうちょっと緊張。女の子。うん。まあ、それもいいんだよ。お前もか。お前もか。なんだよ。で、こんだけピュア。大野さんが中心にわーって回して。大野が回して。まあそのメンバーだとそうだね。そこに大石くんが得意のツッコミをこうパシパシ入れていく感じで出てきたんですよ。うん。得意でもないのに。あんたが言ったらダメだろ。ほいで。で、序盤で僕と増江はちょっともうないっていう風に、うん、このツッコミ大石くんがちょっと言っちゃいまして。いやいや言ってない。どういうこと？やだ、この部分もう一回もう一回。どういうこと？やっぱ合コンって、こう誰が誰を好きっていうのは、はいはい、やっぱ後半になって徐々に言っていくもんだと思うんですよ、うんうんうん、ものすごい序盤で言っちゃって、うん、ああ大石くんが、はい、うん、僕とあの増江はもうそこから全く喋らなくなっちゃったんですよね。だ2人で大石くんと大野さんがずっと喋って楽しくて、うん、その時に女性が増江と海石くんの名前を言わなかったってこと。そういうことみたいなんですけど、それを内緒にしといたらいいのにすぐ言っちゃうんすよ。じゃあコリンちゃんがちょっと、うん、ウミウシとマセはちょっと気狂ってるっぽいから嫌ですって言ったんで。そんな言い方すんの。ちょっともうそのせいじゃない。それは言わないだろ。言ったんで、それを言ったら、いやおかしいだろうって僕に言ってくると思ったら、うん、キーンってなって今のこの感じです。いやあボケたってことね。よくない。
それはなんか全然良くない。良くない。でもそれはじゃあ女性にも失礼だね。いやだって女の人はタバコ吸ってるんですもん。いや絶対バカ。怖いよ。みんなその喋るやつこういう、うん、この舞台で大石くん、まあ喋るときは喋るし、喋、うん、ないときは喋んないときもあるじゃないですか、うんうん、この合コンのこの日、うん、むちゃくちゃ調子よかったんですよ彼が。おお、それで嫌だよ。恥ずかしいよ。調子こんな大石俊一なんて俺見たことないもん。ないですよね、うん、こんなに喋るんだっていうぐらい喋ってて、で最後にカラオケ行って、うん、あのちょっと僕終電がありますんでって言った時の帰りが、うん、帰りの時の顔がめちゃくちゃウケた後の帰り方、うん、そんな顔したことない、もう満足したんだね。じゃあそうガッツリ満足して帰ったんで、今日乗ってたの笑いも取ったろうし、ヤマちゃん僕が21年間大好きなバンドを歌わないでね。ところでヤマちゃんなんでど真ん中、ヤマちゃんと愉快な仲間たちみたいだね、メールネーム状況ボーイさんからいっぱいメールありがとうございました。ということでまた来月お願いします。わちゃわちゃしちゃった。ありがとうございました。